神戸市バスありの営業所は、兵庫県神戸市北区に存在した神戸市バスの営業所である。最寄りバス停は、ありま中学校前であった。配置車両に表示されている営業者を表す記号は、U であった。主として、北区を通る路線を担当しており、2004年4月以降は、運行をすべてた事業者に委託していた。2013年5月1日より、 東営業所の担当する路線はすべて民間事業者に移乗された。60.62、63.67系統については、阪急バス、68.69系統については、新規バスへと移乗され、いずれも移乗以降はすると関西カードなど実機カードの使用が不可となった。62系統は1998年から、谷上駅から、 神戸北町までの路線として存在していたが、1995年頃に運行が休止され、この路線が阪急バスの路線となった後に、同一の区間で、同一の系統番号で2020年6月1日に復活した。ただし日の峰経由は朝の一便のみで、昼は松が枝経由となっている。以前は、 イスズ自動車製で統一されていた関係で、アリの営業所所属の車両の車両番号は、イスズ自動車製に割り当てられる300から599を使用していた。廃止時点では、日野自動車製、イスズ自動車製、三菱不装トラックバス製の3メーカーが配置されていた。ありがとうございます。